手塚治虫全集400巻ガイド解説。ようこそ手塚治虫全巻チャンネルの何がしでございます。今回は手塚治虫全集400巻一挙おすすめ作紹介完全版をお送りいたします。手塚治虫の名前は知っているけれどもまだ作品は知らない、手塚作品のどれを読んでいいかわからない、おすすめ作を教えてほしい、隠れた名作が知りたいという方はこの動画を最後まで見ればもうお悩み解決です。この動画で全て解決いたします。手塚治虫専門 YouTuber 何がしが全400巻の中からおすすめ作をガイド的に紹介いたします。明日からですね、寝不足必至間違いなしと、きっとめくるページが止まらなくなることでしょう。手塚治虫の凄まじさをぜひ体験してください。そしてこれまでの紹介動画には個別で詳しく解説しておりますので、面白そうだなと思った漫画には概要欄にもリンクを貼っておきますので、そちらでチェックしてみてください。また画面右上のハテナマークにはこれまでの紹介動画をリスト化してありますので、そちらを見ていただければ最初から最後まで垂れ流しで見ることができますので、ぜひご覧になってみてください。それでは前回紹介ガイドを行ってみましょう。はい、それでは記念すべき第1巻から見ていきましょう。1巻はジャングル大帝ですね。伝説の白いライオン一族の親子3代にわたる大河ロマン、日本カラーアニメ第1号です。そして手塚治虫の代表作の一つ、日本漫画史にも残る不滅の傑作です。続きましてはリボンの騎士、日本初の少女ストーリー漫画作品です。戦後育ちの少女たちの心を虜にしました。箱入り娘の時代に突如飛び出した男勝りの少女が活躍する痛快少女漫画です。そしてロック冒険記、 SF 冒険活劇児童漫画なんですけれども、テーマが差別、侵略、文明批判と実に現代的なテーマになっております。そして次は罪と罰ですね。ドストエフスキーの文学作を漫画化、ラストのモブシーンは圧巻です。続いては新選組ですね。手塚治虫の隠れた名作、影響を受けたと語る漫画家は非常に多いです。萩尾元さんがこの漫画を見て、漫画家を目指したことでも有名です。そして僕の孫悟空ですね。手塚版ファンタジー最有機、手塚先生は実に6回も孫悟空を描いているほど孫悟空好きです。続きましてはゼロマン、児童漫画に政治色を持ち込んだ傑作です。人類終末のドラマともいえる隠れた名作ですね。続いてがこのキャプテンケン、こちらも児童漫画なんですけども、児童インテリ作品となっています。当時の少年漫画でこんな難しい設定を描いていたと思えるぐらい深い作品になっております。そしてキリヒトさんがですね、医療漫画の金字塔、ブラックジャックにも匹敵する医療漫画です。白い巨塔やブラックジャックが好きな方はきっと面白い作品です。屈指の名作となっております。おすすめです、ぜひ読んでください。続いてはアポロの歌、愛を知らずに育った少年が愛を求めてさすらう青春漫画です。少年誌で性を大きな題材として取り扱った画期的な作品であり、衝撃の問題作になっております。生殖行動とは一体何たるかということを考えさせられる作品になっております。そしてメトロポリスと来たるべき世界ですね。手塚治虫の初期 SF 3部作と言われ、多くの漫画家アーティストに影響を与えた伝説の3冊のうちの2冊、当時の青少年の心をわしづかみにした極上のエンタメ漫画です。 SF 漫画の歴史を語る上でも欠かせない作品になっております。続いては双子の騎士、こちらリボンの騎士の続編です。サファイアが生んだ双子の王子と王女が主人公です。宝塚要素満載の作品となっております。続いてはフィルムは生きてですね。手塚先生が生涯にわたり執念を燃やしたアニメへの思いを託した作品です。悪戦苦闘した手塚先生のアニメ制作に向けたものすごい決意表明を感じられる一作。そしてファウストですね、ゲーテの名作ファウスト、もう手塚先生はね、このファウストのこだわりプリがもうかなり強烈で、本作含め3回描いております。他にも名作文学の漫画家にも意欲的に取り組んでおり、先ほどのドストエフスキーの罪と罰やシェイクスピアのベニスの商人なんかの漫画家も手掛けております。そして続いてはライオンブックスですね。 SF ものが多く、今読むと古典的な印象を受けるかもしれませんが、1950年当時からこの世界観を描いていた先進的なスタイルはまさに驚愕です。能を SF にアレンジした足立ヶ原、こちらはぜひ読んでいただきたい。漫画文化が成熟していない時期にこれだけのものを発表していたのはまさに驚きです。そしてエンゼルの丘ですね。
ふるさとを追放された人魚姫のファンタジー漫画です。実は手塚先生は人魚姫がひどくお気に入りでですね、手塚治虫が描く人魚像というのを見てほしいですね。美しくて可憐で優雅、一方男の人の人魚はなぜか上半身が魚で下半身が人間という凄まじい異色の設定です。続いてはグランドルですね。宇宙人が地球侵略テーマの SF 作なんですけれども、これも普通じゃない SF 漫画ですね。もう自分の存在意義すらも大きく揺らぐ衝撃を受けることでしょう。そして人間ども集まれ、こちらですね、大人漫画のエポックメイキング的存在です。チャップリンが大好きだった手塚先生のチャップリンの独裁者的作品ですね。生殖器を持たない第三の性、無性人間だったという、ある意味究極の下ネタ、無性人間全人類虚勢漫画です。わけわかんないです。はい、次、虹のプレリューですね。若者たちの革命と音楽への情熱、恋愛模様を描いた一大感動作です。隠れた少女漫画の傑作ですね。続いてはメタモルフォーゼ。手塚先生はメタモルフォーゼに対するこだわりが半端じゃありません。というよりメタモルフォーゼが基本路線です。メタモルフォーゼというのは変身ですね。人間には変身願望があり、これは手塚作品の一貫したテーマでもあります。手塚流のメタモルフォーゼの回答がこの作品集には描かれております。続いてはアラバスターですね。出ました、アラバスター。黒手塚の代表作。グロテスクというとね、外見ばかりが目が行きがちなんですけれども、内面心のグロさ加減がこの作品は超一級です。手塚先生の描く人間の悪の心を徹底的に表現した作品。狂気と破壊欲が半端じゃありません。そしてボンバー、こちらもグロいです。誰の心にも潜んでいる憎悪の気持ちを幻影の馬に託して描いたスリラー漫画です。一番怖いのは人間の心と言わんばかりの作品で、憎しみ、恨み、つらみ、妬み、その思いが人を破滅に導く。続いては超人体系、手塚版猿の惑星ですね。手塚治虫先生の文明感が現れた至極の一品、 SF 小説ファンをうならせた手塚流 SF 漫画の傑作です。そして鉄の旋律、こちらもですね、救いようのない暗さがあります。冒頭の腕を引きちぎられるシーンはまさに映画のワンシーンのような演出。これは圧巻です。闇手塚の傑作。続いてはシュマリ、明治初期の北海道を舞台にした大河ドラマです。北海道を舞台に日本政府のアイヌへの迫害、開拓の過程で近代国家が一気に進み、時代の荒波に飲まれていく群像劇開拓史です。はい、続いては三つ目が通る。三つ目族の末裔が古代史の謎に迫るミステリー SF で、手塚治虫の代表作です。同級生の女の子と一緒にお風呂を入る設定は現代なら間違いなくバズりますね。意外ですがツンデレの元祖的作品でもあります。そしてラストはキングオブ最低ラスト、伝説級の最終回です。そしてタイガーブックス、主に動物を主題にした珠玉の短編集です。タイガーランド、主、ガラスのルーンは風の中など傑作揃いです。そして雨降り小僧はトトロの原型と言われております。そしてマーちゃんの日記帳、1946年手塚治虫のデビュー作です。若き藤子不二雄先生がこれを見て腰を抜かし漫画家を目指すきっかけとなった作品です。そしてロストワールド、39の松本零士先生一押し作です。これに影響を受けて漫画家になった作家は数えきれないほどいます。日本漫画発展の歴史的作品です。とある外国人がですね、日本人はなぜこんなに漫画が好きなのかという問いに、ある新聞社の返答は簡潔明瞭、日本には手塚治虫がいたからだと答えたといいます。続きましては未来人カオス、宇宙を舞台に描かれる友情と裏切りの物語。驚愕のラストは本当にぶっ飛びます。そしてラストはあまりにも壮大なスケールゆえか、第一部巻というか未巻、まさにカオスな作品です。そしてアバンチュール21、一帝国の怪人のリメイク版です。ドイツの作家ケラーマンのトンネルから強い影響を受けて戦後すぐに発表した作品です。トンネルは僕の心を最も揺さぶった小説と、その魅力を熱く語っております。そしてワンダースリー、ラストシーンは非常に感動的です。とにかくオチが素晴らしい。美しいまでの伏線回収、きっと読み終えた人全員自分のへそを見ることになると思います。小回り構図、非常に躍動感あふれた作品、アニメ化もされた手塚治虫代表作の一つです。
続いてはヴァンパイアですね。手塚先生がシェイクスピアのマクベスをベースにして描いた作品です。悪の化身、悪役ロックの織りなす自分以外は虫けら以下のゴミくずのような存在として扱う超エゴイズム全開の漫画です。人間であるロックの暴走が主人公のヴァンパイア以上の怪物になっていき、完全に主役が入れ替わってしまった異色作です。ロックの悪役性はですね、漫画史にも残るほどの徹底ぶり、まさに圧巻です。そしてバルボラ、手塚治虫の真骨頂である人間の本音や欲望を赤裸々に描いた狂気とエロスが共存した作品。世界中にコアなファンを持つカルト漫画の傑作です。猟奇的でエロティックな文学作品にも匹敵する手塚作の傑作中の傑作、めちゃくちゃ面白いです。そしてドロドですね。体中のあらゆるものが欠損して生まれてきた赤ちゃんが失った体の部位を取り戻すために妖怪を倒す旅に出るという傑作。数々の漫画家に影響を未だに与え続けている手塚治虫の代表作です。この作品が生まれたきっかけは、あの天才水木しげるのゲゲゲの鬼太郎に嫉妬して生まれた作品と言われております。そして出ましたブラックジャックですね。日本国内全ての漫画のランキングでも上位に来る手塚治虫の傑作中の傑作です。面白くないと言った人はもう聞いたことないですね、僕はね。子供からお年寄りまで幅広く愛される日本国民必読の書でございます。続いて上を下へのジレッタですね。この作品はですね、もういろいろと衝撃的すぎてもうぶっ飛んでます。ここに描かれているのは妄想の世界、妄想なんでエロティックなものが多く、本能むき出し、欲望むき出しで女性の裸ばかり出てきます。凄まじいエンターテインメントになっております。続いてはノーマンですね。月を舞台にした手塚先生お得意の冒険 SF 活劇ですね。その最終回に本当に人類が初めてに宇宙に行った日と重なる、あたりですね、奇妙なシンクロニシティを感じさせる一作です。 SF という妄想夢だった世界がついに人類の大きな一歩によって現実となった記念碑的作品です。続いてはゴッドファーザーの息子ですね。手塚先生の学生時代で自身が主人公の自伝的作品です。昭和19年当時、戦争下にある状況で漫画など言語道断という時代、日常を無残なまでに切り裂く戦争の悲惨さが圧倒的に伝わってくる改作です。はい、続いてはミクロイド S ですね。人間対昆虫の SF パニックです。昆虫が人間を駆逐するパニック映画の昆虫版、人類がなすすべもなく殺戮されていく作品です。そしてマグマ大使、テレビ史に輝く日本初の特撮カラーフィルム作品です。特撮ブームにとっても一つの転換期となった伝説の作品ですね。しかしウルトラ Q の登場によりこれが見事に粉砕されていきます。海の鳥とですね、アニメ版の監督は機動戦士ガンダムの監督で知られる富野義行さんです。富野さんが原作を無視してテレビアニメ史に残る衝撃のラストをかましたことでも有名な作品です。ここまで伝説級な作品は他にはないでしょう。そして綾子ですね。知る人ぞ知る暗黒手塚の傑作中の傑作。登場人物全員が欲望まみれの狂気とエロスの人間のドス黒い面を赤裸々に描き出した傑作中の傑作です。妖艶なエロスですね、純粋がゆえのエロス、無垢で成熟していないエロさに血みどろの人間関係が交錯していくという超絶な物語です。そして火の鳥、出ました、火の鳥ですね。漫画の枠を超えたもはや文学的超絶作品です。手塚先生が生涯にわたって描き続けたまさにライフワーク、ダヴィンチコードのように謎解き要素もあり中毒性の非常に高い傑作です。物語の根底にある生と死が隣り合った生命の神秘をぜひ体現してほしいと思います。日本文学史に燦然と輝く不滅の金字塔。そしてザ・クレーターですね。全体的に暗い作品ですが、手塚先生の数ある短編の中でも名作ぞろいです。大人向けのシリアスでシニカルなストーリー、クレーターの男、墜落機などは必読です。そして鉄腕アトムですね。もう言わずと知れた手塚治虫の日本を代表する漫画であり、手塚治虫といえばまさにアトムですね。日本漫画史に名を残す永遠のレジェンド漫画です。
こちらはですね、単なる正義の味方という児童漫画ではなくですね、人間とは人類とはどうあるべきかを人類ではない視点から描かれた究極の作品であることを今一度読んでみて体現してほしい漫画となっております。そしてショートアラベスク、まさに玉石混交、ダサくも人並み外れているのが手塚先生ですが、刑事もどきは面白い傑作です。ビッグ X、 ナチスドイツの秘密兵器ビッグ X と呼ばれる巨大化したヒーローが暴れる痛快漫画です。日本発狂ですね。死後の世界は一体どうなっているのか、誰もが知りたい、解き明かしたい謎をテーマに手塚治虫の死生観が描かれた作品となっております。そしてドンドラキュラですね。日本最短で打ち切りになったアニメ作品という不名誉な記録を持つ伝説の作品です。その記録はなんと4回で打ち切りです。はい、地底国の怪人ですね、アバンチュール21の原型となった作品です。手塚治虫が心から愛したウサギの耳尾というキャラクターを非常なまでに殺してしまう衝撃作、漫画で初めて主要キャラが死ぬという悲劇を用いた作品かもしれません。ユフラテの木、誰でも一度は考えたことがある超能力を手に入れたいという願い、何でも思い通りになってしまうことがこんなに恐ろしいことだとは知らなかったと現実と暴走した精神に耐えきれなくなる作品です。人間の制御不能な欲望のコントロールが描かれた作品です。そして地球を飲む、こちらはですね、たとえ写真であってもその女を知った男は誰でも彼女に夢中になってしまうと、そして女性の美しさから金の価値がゼロになっていく流通経済パニック作になっていく壮大なスケールで展開する一色作です。そして、時計仕掛けのリンゴですね、ダーク色の強い短編集です。処刑は3時に終わったはクライマックスが秀逸、どの作品も最後にじわりと心にくるブラックなラストは必見です。そして IL ですね、手塚先生の変態性欲が炸裂する異色漫画です。変態的なダークエロシーンが満載に織り込まれた作品となっております。続いては空気の底ですね。人間の欲望や絶望を風刺の効いた手塚表現で描かれた短編シリーズです。この中のですね、ロバンナよという作品はですね、ほんと気が狂いそうになる展開ですが、最後は誰が誰なのかも狂ってるのかも分かんなくなってくる作品です。続いて火の山ですね。手塚治虫お得意の短編集です。こちらのですね、ペーター・キュルテンの記録、こちらはドイツの連続強姦殺人犯ペーター・キュルテンを描いた実録漫画です。近代シリアルキラーの原点とも言われた殺人鬼、サイコスリラー映画を見ているような迫力があります。そして焼けっぱちのマリアですね、性教育漫画の走りとも言われています。なんで裸は恥ずかしいの、なんでおっぱいも大きくなるののようなですね、これまで少年誌では性描写はタブーとされてきたものを焼けっぱちになって書いた作品、タイトルはその影響と言われております。続いて人間昆虫記ですね。魔性の女によって男たちが破滅していくお話です。社会と人間関係のゴタゴタを昆虫になぞらえ、人間の底知れぬ欲望と本質を鋭くついた描写の数々は先生の言う根源的なエロチシズムを書き切っていると言えます。表紙は死ぬほどダサいですけど、ストーリーはもう傑作中の傑作です。そして神の砦ですね。自身が主人公の自伝的短編作品集、多感な10代に先生が経験した戦争を描いた傑作。漫画を描くという文化なんて戦争の前では全く無意味で、むしろ反逆の対象ですらあった時代に、手塚青年がひたすら漫画を描きたいという思いがにじみ出ている作品です。自分の大切なものを容赦なく奪っていく絶望ともいえる凄惨な環境でも漫画を狂ったように描いていた手塚少年の自伝記録、日本が世界に誇る手塚治虫が描いた戦争というものを体験してほしいと思います。そしてライオンブックスですね、年齢層が低い子供向けの SF 短編作です。全集版が出るまでは長く絶版だった時期があり、ファンの間ではその名前のみ有名な幻の傑作群と知られて語られていた作品であります。続いては不思議なメルモですね。メルモちゃんが看護婦さんや学校の先生、父兄さんなど変身を通じて性や女性を学んでいくという幼年向けのファンタジー漫画です。そして出ました、新宝島。
手塚伝説はここから始まってもいいという漫画です。戦後漫画の出発点、日本漫画史のスタートとして歴史に大きく位置づけられている作品。戦後間もなく娯楽も文化も成熟していない時に突如現れた革命的な表現方法はまさに日本列島にカルチャーショックを与えました。続いてはサスピション。サスピションとは、不信不安疑惑という意味ですね。そういったものをテーマに書かれたシニカルな結末の短編三部作です。そしてユニコですね、横書きで左閉じという日本では珍しい欲作です。人を幸せにする能力が強すぎて忘却の谷へ捨てられるユニコーンのユニコ、他者を幸せにする力を持って生まれたがために理不尽にも捨てられるという凄まじい悲劇です。そして手塚キャラ屈指の萌えキャラ漫画です。続きましてはブッダ。出ました、ブッダですね。お釈迦様を描いた手塚治虫の最高傑作の一つです。もうね、誰もこんな漫画描けません。本当にもうまさに天才です。すごいとしか言いようがありません。時間があるときにね、じっくり読んでみてください。期待を裏切らないと思います。読むとですね、現実に戻れなくなるぐらい没頭します。巨匠手塚治虫が放つ渾身の力作です。続いてはムー。衝撃のバイオレンスサイコ漫画です。ありとあらゆる社会悪、暴力、裏切り、強姦、手塚漫画史上でも間違いなくトップクラスの悪です。ダメと分かっていながらも欲望に抗えない人間心理、むちゃくちゃグロくてエロくてダークで最高な驚愕の問題作です。社会の闇やね、政治腐敗、戦争の闇というものを痛烈に皮肉ったメッセージ、そしてそれぞれの正義と悪が交錯した猟奇的サスペンス漫画であり、凄まじいまでの BL 作でもある手塚治虫の恐ろしさをマジで感じることができる伝説の作品となっております。続いてはグリンゴ。日本人という閉鎖的な民族が日本人らしき人間がいない土地へたった一人で放り出されたらどうなるのか。日本人が通用しない土地に行った時に日本人を果たして貫けるのかという、そんな日本人としてのアイデンティティを問われる未完の大作です。続いてはドついたりですね。自分の反省を漫画にした自伝的作品。第二次世界大戦末期から戦後間もない時期にかけて荒廃した大阪を舞台にたくましく生きていく男たちの姿がここにあります。鉄腕アトムを救った男、葛西健三との絆を描く感動ノンフィクション作です。そして大地の顔役バギー、人間というわがままな生物を動物を通して、憎みでは何も解決しない、他者を思いやる、理解してあげることが解決への道しるべになるという手塚先生お得意の動物漫画です。続きましてはガラスの城の記録。すさまじいイカレた一族の殺人とセックスのタイムパラドックス SF サスペンスです。先ほどのね、綾子の SF 版といった感じでしょうか。もうこれは面白いです。天才と狂気と変態の手塚治虫節が炸裂した驚愕の近親相関劇、完全に狂ってる漫画です。続いては日だまりの木。幕末を舞台に手塚先生自身のルーツを絡めて描いた大河ドラマ漫画です。手塚先生の見識の深さ、ストーリーの構成力、漫画としての見せ方、どれも一級品です。続きましてはルードヴィヒ・ヴィーですね。あのベートーベンを描いた手塚先生の絶筆になった作品の一つ。平面で表される文学的表現の音の存在感はまさに秀逸。今となっては残念ながら見ることができないのが本当に残念です。続いては七色インコ。代役専門の天才的舞台役者にして裏の顔は観客から金品を盗み取る泥棒という異色の主人公です。演劇をこよなく愛した手塚先生の描く演劇を題材にした漫画、設定がマニアックすぎて手塚先生の博学ぶりが伺えます。そしてプライムローズですね。もうね、これは構想段階から凄まじいです。ここで話すと長くなるので話しませんが、しっちゃかめっちゃかの SF 漫画です。もうなんだかわけがわかりません。解読不能な作品ですけども、なぜか人気があるんですよね。ちょっとこれわかんないですね、僕は。はい、
続いてはミッドナイト、モグリのタクシードライバーが主人公です。ブラックジャックのタクシードライバー版といったヒューマンドラマです。最終回はあまりにも衝撃的すぎて、単行本やこの全集版には収録されていない曰く付きの最終回です。ロストワールド鹿版、手塚治虫初期の代表作の原型であり、中学 2,3 年の頃に書いたものとされています。荒削りで商業的に販売できるレベルではありませんが、巨匠の描く少年時代に描かれた作品が見れる貴重な一作です。ここら辺は晩年の火の鳥、ブラックジャックが並んでいます。火の鳥は生命編、異形編、太陽編が並んでいます。太陽編は手塚治虫先生最後の火の鳥の作品です。続いてはネオファウスですね。手塚先生最後の絶筆、モルヒネを打ちながらも原稿に向かったとも言われ、最後の方はペン入れされていないネーム段階の原稿が掲載されております。まさに命がけで描いた手塚治虫の生涯最後の作品となっております。続いてはアドルフに次ぐ、これはもはや漫画じゃない芸術的な純文学作品です。極上のエンタメ作品、舞台は第二次世界大戦中のドイツ。手塚治虫の描く最高傑作のうちの一つ、もうこれは読んでください。そして最後はトンから谷物語ですね。少女漫画の短編ばかりを集めた作品集になっております。もうね、この作品どれも本当にキャラクターとタッチが非常に可愛くて、めちゃくちゃ丁寧に描き込まれています。まさに滑るようなペンタッチ、漫画家やイラストを目指す志す方ならぜひ一読の価値ありです。はい、というわけで全400巻完全ガイド紹介でした。いかがだったでしょうか。手塚さんも読んでほしい、触れてほしいという思いから一気ガイド紹介完全版をお送りいたしました。皆様にとって価値のある動画になっていただければ幸いです。お気に入りの作品や気になった作品がありましたら、過去の全集紹介動画もありますので、ぜひ画面右上のハテナマークをクリックして、より深くその作品の深さに触れてみてください。このチャンネルでは手塚さんの作品の全巻紹介を行っております。これからも皆様の役に立つ手塚治虫関連情報も配信してまいりますので、よろしくお願いいたします。そして見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆様の応援が本当に励みになっております。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。